ずっとぎゅーっと、それで脱力、あー気持ちいい。はい、反対、今度は右手つきますよ。ぎゅーっと手上げます。これだけで気持ちいいよね。そしたらそのまま私は下を向く、上向いてもいい。そのまま倒れてください。右にキューッと、で左の脇腹が伸びんのを感じたら今度前に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 ギュッ、脱力。そしたら手組んで、手組んで上に上げて、めっちゃ肩普段から凝ってると思うから、これでぐーっと空を押し上げて、息を吐く。もう一回息吸って、吐く。もう一回息吸って、首をまずくくんと下に落としてください。でじゃあ私左からね、ぐるーっと4回回そう。2、もう亀になった気持ちで、3、この時にあれ、あの肩を下に下げるようにすると、もっと伸びるよ。反対側、1、すんごい顔で映ってるんだろうな、亀みたいなんだろうな。2、3、4、あれ、なんかあったっけ、5回やっちゃった。はい、そしたら今言ったように肩はもう下だから下についてていいよ。で頭の耳のちょっと上持って、自分の手の重さでここを伸ばしてあげてください。ぐーっと、この肩を下げれば下げるだけここがすごいもうピリピリって伸びるから、ぐーっと伸ばしてあげて、この時も息吐いてね。こんにちは。そしたら頭頂部、今度斜め、なんていうの、斜め下にぐーっと押してあげて、この時肩下げてね。めっちゃ凝ってるよね、頭重いから。はい、反対、右手ついて、左手で耳の上押さえて、ぎゅーっと、あの顔マッサージとかいろいろね、あの顔のむくみ取る方法いっぱいあると思うけど、まあこれいいよ。これ気づいた時に、疲れた時にやってあげて、ぎゅー、今度はあの斜め下にぎゅー、そしたら親指で自分の顎をぐっと持ち上げて、今度上、ここを伸ばしてあげてください。ああ私の首疲れてるわ、ちょっとこうやって揺らしてあげてもいいし、ありがとうございます。そしたらパンです。そしたらこれ下がるか、この間さ、腕立ちながら腕のこのトレーニングやったけど、まあ、座りながらでもできるから、ちょっと肩甲骨周り温めましょう。まず、まあ足は適当に組んで、で自分の肩のところバーッと広げてみて、それでそのままちょっと下の方にこうやってグッと下げると。自分の肩甲骨のここの部分、脇の下の部分にポコって筋肉が出るところがあると思うんだけど、そこの位置から始めたいの。グッと、でこれを始めっこね、グッと押さえたところから下にギューッと空気を押し付けてまた戻す。ギューッギュー、これをやりたいと思います。でこの時にこうやってたらダメよ、ちゃんとお腹も力入れて、腹筋力入れて
背中が、お尻から背中がまっすぐの状態でいきましょう。これね、ぐーっと。じゃあこれ1回、10回やりましょう。いきます。この位置からです。せーの、息吐きながら。下の後ろの筋肉がボコってなるところを刺激しましょう。で、下に向かって空気を押す。1、息吐きながら2、お腹腹筋入れたまま。3、4、首長く。5、6、7、8、9、10。押した空気って重いね。はい。そしたら今度はこの腕も一回広げて肩の位置で今度は、後ろに回しましょう。でこれ10カウントやったら今度反対回し。これ10カウントね。前に向かって、見えるか。それいきますよ。はい、皆さん用意はいいですか。はーい。で後ろ回し、ゴー。1、2、3、4、5、6、ピンと張って、手ピンと張って、反対回し、1、2、3、4、自分の手のひらの、7、8、9、10、内回し、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、じゃあ向け伸びしよう。うぃー。で、肘。持って、よく体育の時間やんなかった。これ脇の下伸ばしてあげてください。こっち側 OK。 そしたら今日ヨガのあれがあったからあれやろうかな。四つん這い、四つん這いだね、になって肩の下に手のひらやってください。でこれこういうの知ってる？背中を押し上げて、今度逆にギュッと入れて、これも肩甲骨周りの運動になるから、これ猫のポーズだっけ、ヨガとか、が多分そうだったと思う。それやろう。まずはその肩の下に手を置いたでしょ。そしたらまあフラットの状態から、これ分かりづらいの、ちょっといいですか、私脱いじゃいます。フラットな状態から肩甲骨の上の方をぐーっと押し上げて、腹筋ここの幅ぐーっと縮める感じ、ぎゅーっと。そしたら今度はこの押し上げた背中を下にぐーっとへこまして、ちょっと前で首はまっすぐ、もう一回ぐーっと押し上げて、腹筋力入れて、で逆に入れ込む感じですね。この時お尻はぐっと上向かしていいです。これ10回やろうか。いいよ。 OK。 でいくよ。せーの、ぎゅーっと押し上げて、もうこれ以上手伸びませんっていうところまで押し上げてください。そしたら今度は押し上げた背中を中に入れて、下に押し込んで、ちょっと重心前で首長く、はい、2、この時も呼吸してくださいね。2、3、4、ぐーっと背中が硬いから柔らかくしてあげるイメージで、5、4、
し、四つん這いに戻ってグッと、何で言ったらいいの、これグッとアキレス腱と、膝の裏伸ばしてあげよう。痛いと思うからこうやって曲げて伸ばしてでいいから、ちょっと気持ちいいところで自分でストレッチかけてあげてください。ギューッと、これ結構痛いの。この時はポイントはお尻の尾底骨を上に押し上げる感じ。そうすると勝手に背中がギューッとなるでしょ。それでやってみてください。はい、よし、伸びた。そしたら、いつも通り、いつも通り右足痛い、おやおやそしたらいつも通り、あの右足を前に、右足の、膝の下にかかとで、後ろ足伸ばしてください。痛かったら曲げててもいい、少しぐーっと伸ばしてあげて。そうすると、なんだ、股関節の、太ももの上がストレッチかかるのが分かると思うから、そこをギュッと伸ばしてあげてください。こうやって下に沈むと、沈めば沈むだけ効きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたらお尻を下げて前の足伸ばしましょう。膝伸ばしましょう、ギュッと。キャー、何度やっても痛いけど気持ちいい。1、2、3、4、5、6、やってる？8、9、10。そしたらつま先いつも通り外にギャーッと倒してください。そうすると、この太もものね、なんていうか、じゃあこれふくらはぎを回転するようにストレッチがかかると思うので、そうやってください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、よし、はい、左足、膝の下にかかとで、右足の付け根ですね、ももの付け根を伸ばしてあげて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ストレッチはとりあえずもうビリビリするところまで行っちゃってください。そしたらお尻を下げて、今度前に息吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、つま先外側に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おいえ、どうよ、どうよ、痛いくらいが効きますよね。そうなのよ。はい、で、この間やった立ってやるあれね、太ももの筋トレやろうね。その前にこうやって指を折って自分の体重で、ここの指の付け根の、ストレッチかけましょう。1、2、3、4、5。反対、はい、いくよ。1、2、3、4、
と、こんだけ回るってこと、こんだけ高いヒール履けるってことよ。だからここは柔らかい方が本当女子はね、ヒール履いた時に綺麗と私は思う。よし、やろう。じゃあ前回紹介した私がバレエのレッスンを受けるときに先生がいつもやってくれるやつです。まずバー、まあ今回もバー使うけど、ここでもいい。自分がちょっと壁でもいいし、なんか支えられるところに立ってみて。そしたらね、はい、見せます。下がります。で、このまま下がります。アップダウン、アップダウンです。で、この時に、お尻2つトントンってついてると思うんだけど、1つだと思ってギューッと締めてください。もう1個です、私のお尻っていうからギューッと締めて。で、今度お腹は、ズボンのチャックをギュッ、きついのを履いた時にギュッってグッて締める時にさ、入れって上げるじゃん。その感覚ぐらいギュッと上げてみて。ここの長さがめちゃめちゃ長くなると思って、そこで腹筋入れます。それでいきます。アップダウンいきます。いいですか。まず10回いきます。せーの、1、2、お腹とお尻締めて、3、4、5、6、7、8、9、10、もう10回やるよ。いくよ、せーの、締めて締めて、1、自分の体重を腹筋とお尻筋で上に持ち上げる感じで。何回だ ?5、6、この時肩下げてね。7、8、9、10、ここにちょっと何て言うの、あ、使ってる感きます。それが大事です。はい、そしたら今度はバー持ってるとして、左右 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いきます。せーの、1、この時もお尻お腹持ち上げて、4、この時の体勢がめちゃめちゃ大事だから、この時こうやってやってたら全然いいね。全ての自分の体重を腹筋で持ち上げる感じ。何回だ、何回だ、あと3回、3、4、5、あれ違うや、5に戻しちゃった、終了。ごめん、数えてなかった。これは本当におすすめです。どこでもできるし、デスクワークね、仕事している人とかもちょっと休憩時間とかに壁使ってやる、下げるときにもうドンってなんだよ、ゆっくり下げて、し、ゆっくり下げる、こうぎゅーっと、これ腹筋で最後下げるとき、腹筋でぎゅーっと上に持ち上げる感じね。7か、これだけで相当足筋は使ってると思います。9、9、10、はい、綺麗な足作りましょう、みんなの。いい感じ。そしたらちょっとアキレス腱伸ばしてあげて。よく頑張りました、よく頑張りました、自分の足よく頑張りました。ちょっと下がってみてもいいし、はい、よく頑張りました。
毎日毎日運動する前にやるぐらい、まあ、前っていうかスターターでやるものです。はい、一個きついのやんない？私やりたいからやっていい？あのさ、バレエでね、こうパッセってあげるのがあるので、ここの筋肉を鍛えるわけよ。これちょっとみんなでやってみない？足はつま先はピンでも何でもいい、とりあえず右足腰の高さまで上げましょう。開いてで上げたらちょっと下げてまた上げる、ちょっと下げて上げる、これでもいいし、これでもいいし、そうするとここの付け根がキャーって悲鳴上げるでしょ。これやりましょう。じゃあいきますよ。下げて1、2、3、4、5、6、7、きつい、8、9、10、きつい。今度こっち持ってると思っていきますよ。反対の足、はい、1、2、3、4、5、6、つかまってていいよ、7、8、9、10、やばーい、この辺やばーいってなるでしょ。これもとってもいい運動です。前にこう行ってもいいし、ここって普段筋トレで鍛えられないから、この運動ちょっと取り入れてみて。はい、今何分やったんだろう。私今日ちょっとゆっくりペースかな。そしたらせっかくだからこの前も行こうよ。じゃあ足上げて、今度は前に、膝を持ってきて、膝を開くように横に、この時お尻立ってこういうふうにやったやつと一緒で、お尻一つだと思ってください。いきます、1、腹筋力入れてね、2、姿勢よく、3、肩は下げて、4、お尻とここだけ力は、6、7、キャー、8、頑張れ私、9、10、あー、はい、反対、いきます、1、カクカクってなる、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、グッジョブ。ちょっとせっかくここにバーがあるから伸ばしましょう。バーでもいいし、壁でもいいし、テーブルでもいいし、ちょっと手置いてください。で、自分の背中ぐーっと伸ばしてあげて、下に押し付けるようにぐーっと、で、開いたところがストレッチ効くし、手を閉じれば閉じたところまた別のところが効くんで、ちょっと自分で好きなところでやってあげて、キャー気持ちいい。よし、次、なんかさ、こうやってインスタライブで運動を教えると、あ、私これもやって、たまにこうやってやってんだよ。ここの後ろね、伸ばすとすごいんだよ。先生ってすごいよねって思う。だってさ、人に教えてるじゃん。気持ちくない？ああ、ねえ、あれできる？手こうやってどこまで回るってやつ。私結構行くのよ。関係ないことごめん。あ、ほらほら痛いできる人、はい、もうそこはいいです。次、ちょっとせっかくさ、今股関節刺激きたから、今度ヒップいきましょう。
寝てください。お尻筋肉つけましょう。手は下に床に、そして足は骨盤、自分の骨盤の幅ぐらい、これぐらい、これぐらいの幅にしてください。で、お尻をぐーっと上に、肩甲骨だけで肩甲骨から上で支えてる、支えてるっていうか床についてるのは肩甲骨上だけっていう意識までぐーっと持ち上げて、骨盤を上に上に矢印方向にぐーっと、で下ろす、床につく前にまた上げる、で下ろす。これを10セットやって、その後前回言ったぐーっと押し上げたら足も、こうやってつま先立ちにしてください。グー、これ10セットいこう。魔のトレーニング、自分のお尻を美しくするためにやっちゃいましょう。準備はいいかい？はーい、いくわよ。はーい、諦めないで。せーの、グーイーチガー押して、3、4、5、ギュッと、もうお尻力入んないぐらいまでギュッとして、お尻は一つ、4、8、9、10、次アップね、足もつま先、1、2、3、しんど、しんどくない、しんど、5、6、7、キャッ9、10、ありがとうございます。お尻ありがとうございます。どうどうすか、効くでしょ。そして腹筋いきます。で、腹筋、今日この間さ、っていうのやったんだけど、ふと考えて、自分が産後に出した本のやつをの方がもしかしたら辛くないから、まあ、腹筋は常に辛いんだけど、やりやすいのかもしれないと思って、それ今日やろうか。でもこれもやりたいけど、そうで、それがちゃんと私開いて、ちゃんとこれだったら、それこそ、あ、なんか出た、見て、ね、これからいこうか。これね、この本は、産後、15キロ自分が太って、で、私授乳中なかなか痩せないので、その時にトレーナーさんの人と産後でできるトレーニングっていうのと、その普段から運動が苦手っていう人でも簡単にできるトレーニングっていうので一緒にやってたトレーニングで、どうした方が分かりやすいかな、これやってみよう。こうやって寝ます。本で説明する、新しいな。こうやって寝ます。なんていうの、これヨガマットってあった方が楽ですか？ヨガマットあった方が楽なんでかっていうと、女の人特に腰がグリグリして尾低骨とか痛くなるから、なかったらタオルでいいよ、バスタオル。これやります。この体勢から始まって、グッと肩を上に押し上げるのみ、これだけで腹筋効きます。これやってみよう、やってみよう。そう、いろんなやり方あるが、やっぱり筋トレとか、まあ、でっかく、でっかいって言っちゃいけない、大きくする筋肉の作り方とかいろいろあるんだけど、私はやっぱり細くて
締まった筋肉を作りたくて、それをやるには結構この本はおすすめで、この時より全然今絞れてるんだけど、この時と体重変わんない私だから、前回質問で体重が気になるっていう質問があったと思うんだけど、見ての通り全然体重じゃないから、そこは気にせずに自分の外側だけを鍛えていいと思う。これ本当に嘘、何もない、同じ。だけど全然締まり方違うから、はい、とりあえずやってみよう。まず何ですかこれ、何ポーズっていうの。わあ、このポーズやって、足天井、足の裏を天井に、手を天井にで合ってる言い方で、始め肩はつけておいてください。言ったら肩から腰まではべったり下についてます。でこの状態から肩だけ押し上げます上に。そうすると自分のお腹の中でめちゃめちゃ効く部分ない？そこを鍛えたいと思います。これだけです。で足別に力入れなくていいよ。じゃあこれ10セットいきましょう。せーの、1、息吐きながらね、2、3、4、5、6、7、8、9、10、すごく簡単でしょ。これを1日、まあ、1分から始めてもいいし、2分から10回を20回でもいいけど、続けると効いてきます。でもう一個、もう一個さ、今日腹筋押しやろうかな。こっちやってみよう。これも簡単、よいしょ。これやってみよう。この腹筋も、私は腰痛くならなかったし、多分簡単にできると思うから、テレビ見ながらっていうのもおすすめ。説明できないから自分でやるねそこ説明してよっていや、店の方が説明できるか。まずどのが見えるか。まずこの体勢作りたいの。寝て足、自分の、なんだこれ、膝にかけます。でこの状態に持っていくから、まあ、とりあえずやろうまず、これ見える？よし、寝てください。右足持ち上げましょう、曲げましょう。左足持ち上げましょう、曲げた足を膝の上にかかとかけます。この状態から始めます。そしたら頭支えましょう。これで4、5、6、7、これで腹筋割れるよ。9、ただ続けてね。10、はい、反対。左足ちょっと曲げて、右足持ち上げて、左足のかかと膝に乗っけてください。こんな感じです。そしたらいきますよ、これを持ち上げます。2、これ辛いじゃないか。3、辛くない。4、5、辛くない。旦那さんも一緒にやってね、子供たちもやってね。7、8、9、10、ねえ、ここのさ、ここにめっちゃ刺激来ない？これ割れるポイントです。こういうのもやってみてください。あと、せっかく本出したからもう一個だけ本読もうかな。
もっと簡単がいいっていう人、もっと初めは楽から始めたいっていう人は、これおすすめ。これやってみたいと思います。これね、ちょっと教えるね。まずは、おいよ、じゃあ立て、右足一歩前に、で左足ちょっとクロスさせる感じでこうやって立ってください。そしたら自分の出した足と反対の手を上に上げて、で右手はお尻の後ろで、でこのまっすぐの状態からちょっとこうやって横にストレッチかける感じ、息を吐きながらぐーっと、これで筋トレになるんだけど、この時に意識してほしいのがここの伸び、そして、横に伸ばした時にこのお腹が縮まるでしょ、ここの縮めで腹筋をかけてあげるの、くびれ作ってあげるの、ぐーっと自分のお肉を潰す感じ、ぐーっと、あ、もう一個だ、右手はお尻の後ろって言ったけど、ちょっとこう肩を下げてあげる方がいいです。じゃあいきましょう、せーの、1 2 3 4、首で作ろう、5 6、やっぱり運動って意識することで結果になると思うから、その今言った3点は必ず守ってやんないと成果が出ません。何回だった？ラストにしよう。これ反対側もやってみて、でこれはすごく簡単だから、その運動ちょっと皆さん激しいよっていう人はそこからスタート見てもしてもいいと思います。はい、でも、私はいつもの腹筋もやります。やりたい人参加してください。やりますか？やろう。 OK。 いくよ。足上げて下ろすだけ。最近さ、これさやってると子供がここに乗るので、この上で走るの、子供がデン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 って、なんかボクサーみたいになってる私。よし、じゃあ寝てください。足上げてください。これはもうみんな一緒にやらないと、やる気が起きない腹筋です。だけどやると本当に腹筋つくんで、みんな一緒にやりましょう。準備はいいですか？まず10回いきますよ。せーの、下げて床につけないように、もうちょっとこうしようか。はい、2、顔入ってないけど、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、7、8、足曲がっててもいい、初めは。でもいつかこうギュッと伸ばせるように。9、10、はい。私今これ始めて何分だった？30分ぐらい経ったかな。もう撮ってないか。おいち、テストだし。今1時間近く今日だらだら話しちゃったかな。まあ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 、とりあえず、ラスト、これもおすすめだからやって。テレビ見ながら、結構もうみんな知ってると思うけど、ちょっと今日腹筋デーだね。これ、ちょっとまたこれも。これね、これ知ってるでしょ、これめちゃめちゃ効くのよ。これテレビ見ながらこうやって上下にやったりとかすると本当にあの腹筋に効くので、この時にこうなんないんだよね。こうもダメだよ。まっすぐ立った状態と同じ姿勢、それがポイントです。
これはちょっとあの暇な時とかにやるといい。うちの子供たちも毎日やってる。これを最後にやってお別れにしようかな。やりながらお別れにしようかな。そのことができないよし、やりながらは喋れない。あ、前後役だ。ちょっと待って、よいしょ。本当に何も飾らない人で自分が困る。自分のことよし。あ、ただいま。皆さんどうでしたか？楽しかったですか？今日は来てます。あー、よかった。なんかもうちょっと説明が上手になれるように努力するね。なんかきついのも、あ、アンサーいなかったら今日腹筋やってない。そう、腹筋は毎日毎日毎日。アンナズブートキャンプ出てこないの。なんだっけ、かかとじゃなくて膝とそこちょっと上手くなれるように頑張ります。と、今日は、今まで紹介してなかったアンさんの本のね、このこれね、簡単にできる腹筋、産後にやったリアルにアンさんがやった運動、これとこの腹筋紹介しました。1日3分だって。1日3分だよ。1日って24時間で、たった3分頑張れば引き締められるっていうことだから、このブレスアースメソッド V ラインまで見せたくなるお腹を作る。はあ、ちょっと見てみて。あのリアルにさっき言ったように、実際自分がやって、そのまあ4人産んだね、体を戻してたリアルな本なんで、もし興味あったら見てください。で、あれだ、あそこに乗っければいいんだ。あそこに乗っける、インスタのトップになんか貼っとく。なんていうの、プロフィールか載っけとくね一応ね、って感じです。またじゃあちょっと考えてやるんで、もしこういうところ鍛えたいって言ったら、私もちょっと勉強して、自分が今まで教えてもらったものとか、自分も結構いろんな人の見てるから、そういうのでみんなで一緒に運動しましょうっていう感じです。ありがとうございました。あ、そうだ、今日、9時からもう一回インスタライブやろうと思います。なのでもし質問等あったらしてください。よろしくお願いします。二の腕お願いします。やろう、 OK。 じゃあ夜9時に会いましょう。